ようお前ら、俺様だ。今日もね、太陽がボーボー燃えてますね。はい。今日はね、お前らにね、有益な情報を伝えたいと思います。はい。何かというとね、人は歩く、ボーボー焼却炉なんですよ。どういうことかっていうとね、こう人間ってさ、こう、物を食べるでしょ？ねえ。で、物を食べると、こう、消化されて、うんことして出てくるでしょ？こうね、物はね、こう、ボーボーするんですよ、体の中で。で、うんことして出てくる。はい。ね、こうね、やっぱり人間のね、体の中でね、こう、ボーボーしてるからね、こう、人間にはね、こう、体温があるんですね。こう、熱があるんです。で、ちょっと風邪ひいた時はね、ちょっとボーボーが激しすぎてね、40度とか出ちゃうこともあるんですけど、まあでもね、常にね、人間の体内、まあ俺様もそうですけどね、何かボーボーしてるんでね、体はあったかいんですね。はい。ということでね、今日は人間は歩く、ボーボー焼却炉っていう話でした。はい。ジバニャンの腹巻きもボーボーしたいですね。それではさようなら。ボーボー。ボーボー、ボーボー、ボーボー。ボーボー、ボーボー、ボーボー。